はいこんにちはレトスノーノです明けましておめでとうございます今年も一年よろしくお願いいたします年始は勉強を休む方もいますがここで勉強を止めてしまうと勉強の習慣が崩れてしまうのでできるだけ勉強を続けていきましょうそれでは1月1日の3問に入ります A の B に対する貸金債務について、A の保証人 C が B に弁債した場合、C は B の承諾なくして B に代位する。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。えっと、まず、この問題文の状況なんですけれども、A が債務者で B が債権者。 え、C が保証人といった感じです。なので、まあ、イメージとしては、まあ、B さんが A さんにお金を貸しましたよと。で、その保証人が C さんですよっていうイメージがわかりやすいんじゃないのかなと思います。え、保証人 C が B に連載した場合、 保証人 C は債権者 B の承諾なく B に代位するルか×かという問題ですよね。なので、保証人 C がまず B さんに弁済してるんですね。債権者に弁済します。で、B に代位するっていうのは、ま、イメージとしては、債、ま、権者 B の地位が C さんに移行すると。つまり C さんが債権者になる。もっと簡単に言えば、債、ま、権が C さんに移転すると。ま、いったイメージなんですね。 で結論から言うと C が弁済すると弁済によって当然に債権者 B が有していた債権これが C に移動するんですねで債権者の同意は必要ありませんなので丸になるということですこれ債権者 B の地位を引き継ぐっていう言い方して法定代理っていうんですねで結果としてまあ弁済した保証人が債権者になって債務者に対して弁済を求めることができるっていう話なんですよ C さんが債権をもらいますよね。だから C さんが債務者 A に対して請求できる。まあ求償っていう言い方をするんですけども、請求できるっていう話ですね。そしてこの点は比較して覚える点がございます。で、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメールマガからそちらをご覧ください。2つを対比して解説しています。この2つごっちゃにして覚えている受験生が多いので、絶対整理して頭に入れておきましょう。で、問いにですね。 媒介依頼を受けた宅建業者が一定事項を指定流通機構に登録しなければならないのは一般媒介、専任媒介、専属専任媒介のどれかっていう問題ですね。まあ、すべて選べという話なんですけれどもえ答えは専任媒介と専属専任媒介のこの二つですね。そして一般媒介契約っていうのは指定流通機構に登録する義務はないんですね。ただし一般媒介契約であったとしても媒介契約書に 指定流通機構に登録するかどうかは記載しなければいけないんですよ。つまり、指定流通機構に登録しなかったとしても、指定流通機構に登録しないっていうことを記載しなければいけないんですね。この点引っ掛けパターンなので、絶対に覚えておきましょう。では問いさんです。宅地造成等工事規制区域内において、私立高校用地の造成のため、10万平米の土地について、切り土、または盛土を行う場合、 森戸規制法の宅地造成の許可を有しない。丸かツかという問題です。で答えは、これツですね。これは昨日の問題の類題となります。森戸規制法でいう宅地っていうのは、農地、再造放牧地、森林、道路、公園、河川、その他政令で定める公共施設のように供されている土地、以外の土地を言います。つまり、私立高校用地は、 これらに当てはまらない以外の土地なので、宅地に該当するということですね。したがって、宅地造成の許可は必要となります。ちなみに、国、または地方公共団体が管理する学校、例えば、公立高校用地ですね。これは、宅地には該当しません。つまり、私立高校用地は宅地に該当するから、森戸規制法の許可の対象となって、公立高校用地は宅地ではないので、 森時制法の許可の対象にはなりません。という話です。でこれらは一緒に覚えてしまえば効率的なので、一緒に覚えましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。今年も一年よろしくお願いいたします。レドスのオノでした。